はいどうもカッパンジョですじゃあこの動画ではね、まあ、まずじゃあ最初は高井さ早苗さん、えー、もうさらに大人気だと応援依頼が殺到してるとっていうお話からじゃあ次はこの、えーまあ、高橋さんでしょ、えー、ギューディー・ハギューさんの警備の話でしょ、えー、上川さん上川前外相が、まあ、とんでもないなんか裏切り行為がバレちゃったっていうね次はねえぞっていう話と、ねえー、LGBT クイーン稲田朋美さんが 走っ,て走っ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 て走りまくってますよっていうなんかこのメジャーリーガーの登場シーン入場テーマみたいな <laughs> b g m で <laughs> 何してんのこの人はって <laughs> ちゃんと横断歩道を渡れよっていうそういう話とえでまあ最後はねこのそうかそうかそうか公明党さんのやっぱてめえらかっていうそういう話ですかね じゃあいきましょう高橋さん大人気大人気は結構ですけどねこれ頼んでるやつってどのツラ下げてんだろうな本当 <laughs> えっと神奈川県内からも応援依頼えまさかのジロウくん高橋さんは全国の120箇所で応援演説を行う予定ですと120箇所すごいな移動距離 えー、自民党は小選挙区で266、比例代表単独で76人が立候補。えー、高橋さんは選挙期間中、文字通り全国を飛び回ることになるはずですと。もう石場,石場,石場がさっき言ってた全国飛び回るなんて、もうへでもねえだろう。う <laughs> 半分もいかないんじゃないの高橋さんの、うん。で、裏金事件のため、ね、党非公認候補である萩生田さんの応援演説に、えー、高橋さんが駆けつけたことから。 あマスゴミがね、あのー、早速ね、やっぱり高橋さんもね、高橋さん、裏金議員応援してるじゃないか、高橋さんも裏金議員なんじゃないのかな、みたいな、裏金議員かもしれない、裏金議員に違いない、いや、やっぱ裏金議員だったっていうね、うん、もう完全に半島流だよな。というイメージも広まりました、お前らが広めてんだろ、<laughs> お前らだよ、お前ら、お前らが広めてんだよ、クソマスゴミ。 えー、実際 X で画像がアップされた議員のうち、えー、加藤鈴木、えー、高取の3者は、えー、政治資金収支報告書の不記載が発覚していますと、えー、さらに調べると同じ党非公認候補である新潟2区の細田さんのためにも応援演説を行いましたと、えー、工藤菅原古屋 他何人か北海道4区、中村、うんえー、まあこの辺も高橋さんは応援演説を引き受けていると、でこの5市は裏金議員ではありませんというふうになんか書いてあるんだよな。ただまあこの選挙期間中のねこの争点としてねこの野党もマスゴミもさ、うん、あ別に自民党の,、ね、この不記載の人たちをこのフォローするわけじゃないんですけどもね。 ねそれしか言わない、このなんか、この候補者とかさ、野党の話ね、うん、政党があまりに多すぎる。ね、我々国民有権者はそ、ね、そんなところで判断なんか、ねえしできねえんだよと。ね、だって我々から巻き上げたわけでもない、ね、この開いたパー券の、パーリー収入の、ね、届け出を、ね、まあ、一応学校としては、失念したってことにしときましょうか、嘘だと思いますけど、てか嘘なんだし。でそんな話をね、なあ裏金だと。 まあ、ことさらこのね、癒しい金。ね、自民党のこ、ね、自民党は、ね、金に汚いやつらの集団だと。ね、うん。我々からすれば、今時のこの政治アレンジは全員ダメだよ。全員金に汚ねえよ。うん。だから、金に汚ねえやつが、金に汚ねえ自民党って、ね、唾吐く前に、うん。じゃあ、おめえらどうなんだよってそこなんだよね。うん。ただ、そんなのは、ね、選挙期間中に、ね、 裏金だ、裏金だと思って連呼されたって、何言ってんだよ、てめえって話なんですよ。っていう話は、あ昨日も一昨日もしてますけども、まあ、そういうねそ、そんな、そんな追及しかできない、うん、だからそもそもこの野党の連中も野党の連中で、ね、選挙なめてんだよ、やっぱり。で、このね、政権選択選挙だって、ね、さっき石破さんも言ってたし、ね、立憲の野田さんだって政権交代こそがーっつって言ってるわけですよ。 言ってるやつらがこの程度なんですよ。だからどっちも与党も野党もね、およそ政権選択選挙だなんて、本当に真剣に捉えて、選挙に臨んでいる候補者、どんだけいるんだよって話なんですよ、我々から言わせりゃ、なめんなよと、ただ、なめられるような、ね、われわれ有権者も、ね、やっぱ投票に行かないとかね、やっぱそういうことやってたら、 だそういうことを続けてきた結果がこれっていう見方だってできるわけだからその辺はやっぱりね我々は我々でやるべきことをちゃんとやらないとダメですよね、うん、その上でふざけんなっていう批判はやっぱり堂々としていきましょうよと、うん、でまあそんなね、うん、こ裏金しか裏金連呼するしかそれで政権交代とか笑わせんじゃねえよと、うん、まあそういうこの鉄椎をね 下すべきじゃねえかなと思いますけども、まあ僕だったら選挙区では落としたい候補の名前をで比例区では消し去りたい党派の名前を正確にしっかり記入して、まあ、選挙結果を、ね、待とうかなっていうそういうやり方もねできると思うんですよね。うん、まあ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 ,、ねまあ、よまあついでに言わせていただくとこのパーケン収入は、ね、寄付金と同じ扱いにするからおかしいと思うんだよ。 やっぱりこの国会確定申告でやっぱりこの課税の対象にしなきゃだめだよねって思うんですよ。で、まあ、一応、この、ね、幅広く自民党を、ね、まだ応援してくださってる人にとっては、まあ、これ、朗報、いや、朗報じゃないな、都合よく、ね、自民党議員かな、実力も実績も何もね,ね、ただ自民党議員やってるやつらにとっては、ま,あ、まんざらでもない状況ですよね、実際。 だからこの党役員が、ね、この処分して、ねまあ、無所属になったこの元自民党議員、ね、そういう候補者いるじゃないですか。であと、党役員、まあ、幹部、まあ、真正面からは、ね、やっぱり応援に行けないわけですよ。そりゃそうだよね。ねてめえたちがこのなんか、ねうん、ピーンって弾いたやつのことをじゃあ選挙ですよと。まあ、そんなやつでも勝たせてやる。そうだからさっきの2000万円うんぬんもはっていうことなんですよ。 だから、できないから、この無役の高市さんが代わりをやらされてる格好だよね。まあ、高市さんはそういうふうには受け取ってないかもしれないけど、格好としてはそうですよ。特に石破さんたちはそういうふうに使ってる、そう見てますよね。自分たちが応援、まあ、そもそもこんなやつらが応援に行ったって、ね、この昨日のこのシナタロー君みたいに <laughs>、エリア・ルフィアさんの、うん、だだ滑りの可能性が高いですけども。 まあ無所属でもね受かればまた自民党議員になるわけでしょだから過半数はあれをこ阻止できるわけじゃないかだからまあ都合いいわけですよねただまあ今回の選挙に限らず今まで高橋さんはご本人なんていうのかなご本人もそうですけどね自分だけじゃなくて例えば実力もあってね実績もあって仕事できるんだけどしょうもな、ね、いスキャンダルに沈んだ議員にまあ温かく まあそれでもなんとかしてっていう、そういう接し方を、ね、してきた、そういう人だと思うんで、でまあ、そんな高橋さんが、ね、応援に駆けつけた一人のこの萩生田さん、ね、ギューディー萩生さんですけども、これなんかマスゴミにさ、ね、この警察官50人、警備敷いてるんだけど、なんだこれはと、この無所属のね、うん、こんなやつになんで50人も必要なんだと。てか、こんなやつ狙われるわけねえだろうと、税金の無駄遣いだって吠えてるメディアがあるんですけど。 これ違うんですよねよく見たら高市さんが応援に駆けつけるねだから高市さんが八王子入りするからっていう話をマスゴミはね裏金議員にこんな厳重警備に何が必要があるんだっつって吠えてんですよアホですね相変わらずで今度はこの上川さんですかねうん、まあ、この人はもうな言ってみたらあのプチゲルみたいな感じなんで まあ要はこの麻生さんにねもうジャンピング土下座泣きついて要は推薦人9人借りてでも決戦で裏切った、もう二度と推薦人を借りることも許されないまあこの人も,もう完全にこの自民党からももう恥じた方がいいんじゃないのうんまあ、絶対は絶対はないかもしれないですけどもね石破さんの例もあるんでね。 あいつだけは絶対ねえ絶対ねえ絶対ねえって4回目まではそうだったけど5回目で通しましたからねうんだから今後ねまあ <laughs> 同じ期間上川さんが議員やれるかどうかは別としてまあでも今後推薦人で苦労することはないでしょうねもうだって総裁選立候補自体無理なんでうんこれで女性初の総理とかどの口がだったよな本当確かこの人のこの推薦人20人ってほぼ全員女性じゃなかったっけ 全員、決選投票ではこの、ね、ゲルに投票した、そういうことでいいのかな、うん、かある意味、ね、このせいで、一体どんだけの,この人々を失望させ、まあ、だからい自民党をこの信じてついてきた人たちだよね、支持者とか党員も含めてね、ね写真もまともに撮れねえ、ねえ比例を、ね、もう大幅に失う羽目になった、だからこの自民党を支持している人たちと自民党員は、もっともっと怒った方がいいと思いますよ、本気なら。 うん、上川さんに対してもねあとこの稲田さん <laughs> これなんか映像があったんで、ね、なんとなく見てみたんですけど <laughs> いいからもう LGBT なんとかしろよお前 <laughs> 走って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 連日皆さんのもとに伺ってますとふるさとと福井に恩返しをしたいという一心で後半戦も走り抜けてまいりますだって 走るだけだったら野良犬でもできるんだけどなお前は LGBT の島を続けてからにしろよせめてで、まあ、この総価,価公明の話何かというとこの昨年末の,このガソリン減税の話ですかねこれ最終的に妨害したのが公明党、ね、この,あの今の代表のこの人が滑りそうになってるじゃないですか大接戦らしいですよね埼玉14区いやぜひこいつも葬り去っていただきたいですね要は ねええー、と国民民主党がこの不信任案に賛成したから、ね、気に食わねえとだからガソリン減税は進めたくない我々国民がの生活がどうなのかっていうのは度外視し,して、ね、てめえたちのこのもうへの突っ張りにもならねえどうでもいいこのメンツこれを優先したってことです、うんまあ、詳しく知りたい方はちょっとググって調べてみてくださいこういうふざけたやからもきっちり落とさないとダメですよねはいじゃ今回は以上です